コンドームブランドゾーンの公式アンバサダーのゾニーです。突然だけど、現代の流行りの言葉とかみんなついていけてる？ゾニーはね、最近なんかなかなかついていけなくなってきちゃってて、ちょっと勉強したいなって思って、今回は現代エロ用語クイズ。あれ？思ってたのと違った？みんなも一緒に考えてみてね。ゾーン、ゾーン。アップタイム？え、なんだろう？え、なんかスポーツ的な？え、なんだろう？アップ、休憩時間とか？あ、そういうこと？あー、終わった後的な感じなのかな？あ、じゃあある意味正解？あ、でもアップだから始まりの方のアップなのかな？あの、〇〇がアップを始めましたみたいな。えへへ、難しい。口開け？え、なんだろう、え、わかんない、口でするみたいな、そういう、え、わかんない、なんだろう、口を開け、え、わかんない、え、シンプルに口を開けること。え、なんで一番最初のお客さんなんだろう。あー、そういう言葉がもともとあるんだね。エロ用語ってだけで使われてるわけじゃないんだ。なんか勝手にエッチな言葉だと思っちゃったよ、ゾニー。やだー。これはね、あれですよ、あの新種のお笑い芸人のコンビ名じゃない、じゃなくってね、これは知ってるの、バイブ。イエーイ、やっと初正解。んー、実際使ったことがあるかは内緒です。んー、泡姫、泡人魚姫的な、あー、わかったかも。泡泡にするやつでしょ、女の子が。ソープランドで働いてる女の子のこと。やったー、連続正解。ふー、ジゴラ。え、ジゴっていうのは、まあ、いわゆるジゴのことだよね。ラーってなんだろう、ラー油。あ、わかったわかった、あのゾニラーみたいな、あのゾニーのこと好きなやつら、ジゴのこと好きなやつら的な。ラーメン、なるほどね。ゾニーもラーメン大好き。お酒飲んだ後にさ、締めでさ、食べたくなっちゃうもんね。わかるわかる、なるほどね。え、ちょっと待って、いきなり難しすぎない？これエロ関係ある？あ、わかったわかった、今ちょっとうちエアコン工事中だからうち入れないんだよね、止めてくれない？みたいな、あの、そういうお誘い？違うのかな、でも全くわかんないから、それで、あ、そういうことなんだ。はぁ、ごまかすためにね、なるほど。はぁ、これ普通に言われちゃったら騙されちゃうな。知らない言葉たくさんあるね。お、雑食？これはあれかな、何でも食べる、どんな男の人も食べる、どんな女の子も食べちゃうみたいな、誰でもいい的な感じ。あ、正解なんださらっと正解しちゃったよ、自分でもびっくりだツバメ？ツバメ？わかんない、巣に変える的な。あ、わかった、セフレ遊びやめて君の元に帰るよみたいな絶対違うはぁはぁはぁ、なるほど。え、なんでツバメって言うんだろう、そういうこと。え、なんか急に文学っぽい感じ、なんか風情があるね、エロ用語なんだけど。あー、なるほどね、そんなちゃんとした意味があったんだね。ドン、はい、現代エロ用語クイズどうだった？何問正解できたかな。ゾニーの正解率は思ったより少ない。ゾニーもっと勉強しなきゃ。生感覚のゾーン、生感覚を超えたゾーンプレミアム、ぜひ使ってみてね。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回のゾニーの配信まで、レッツゾーン。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ゾーンも使ってみてね。